さんと顔が入りました。嘘はありますね。畑山行かなかったから、畑山さん行ってください。こんな力で結構効きますね。まあ、こういう、まあ、そんな力入れなくても。今、中指だけです。ねえ、それなんか、すごいこう、ふんとくるな。体重が似合いますけど、ただただこうやって動かしてるんです。すごいっすね。ね、ここが腱鞘です。はい。で、後ろにこう引いて押してるのかな。そうですね。ここで効かしてる感じ。で、親指でここあの支点を作って、はい、こうやって引くだけです。あ、で、僧帽筋ってなんかこうついてるじゃないですか、はい、だからちょっとだけ前に出てらっしゃるんですよ。そうですね。そうだから後ろに引いた方が。で、これをだからあのよく見るやつに行くとこれとか。あ、それやられる方が聞きますね。そう、あの、やっぱりこっちの刺激の方が強いんですよ。相手がめっちゃ、そう、これです。ああ、乗っていく。これを、あの、こう乗っかってくる。あ、これで違ってくるんですね。だから押せばいいってわけじゃないんですか。なるほど。俺もちょっと今、いろいろ話してたんだよ。自分全部欲しいよ。今欲しくなって調べてただけ。もめっちゃ聞きますね。そっちが。でも優しい感じですよね。なんかこう。そうね。いや、もっと鋭い感じで来るんかなと思ったら、これ優しいですね。なんかふわーってして、すごい気持ちいい。やっぱり分かんないとズンでいった。ズンでいったらダメなんですね。やっぱびっくりしちゃう。板さんに、あと、これ三谷先生もよく言ってたんですけど、やっぱりのどの辺までをイメージして入れるか、ね、はい、筋肉効かせるんだったらやっぱり本当にちょこっとじゃないですか、はい、でもまあ僕も大体 2,3 ミリ下ぐらいを狙ってやってます。物によりますけど、あの人の母親がブルノマルかけてて、英語で言うとこれ顕著ですね。わけもわかんないから急に長くなった。ブルノじゃないの、ごめんなさいじゃないですか。ここで佐々木さんのチェアマッサージを入れるの幸せですわ。これあの無料です。いやいや、幸せですわ。昨日もね、あの、はい、そのお食事会でやってたんですよ。あ、ご存じましたね。はい、お食事会が。うん、下北沢。チェアが一番難しいかもしれない。それぐらい。いやいやいや、これすごいですね。あ、本当。枝の倍ぐらい。めっちゃ効きますね。わかりやすいですね。あと個人的に好きなのが、はい、極上級です。あ、極上級。極上筋結構効きます。効きますね。
で、あと、この鎖骨の下のこの内胸筋を、こうやりながら、その、三角筋のこの前に、少しこう持って、腕、すごい気持ちいいですね。首が、はい、首ババサイが減りてる大丈夫ですか？大丈夫です。あ、こんな感じになるんですね。チェア座ってやると、いや、全然でもね、ちょっとグッと入れられてる感じもないですけど、すごい心地いい感じで、そうです、はい。気になったところにババッと行って、本当に違いますね。全然違いますね。最後幸せですか？これね、あの、結構、花澤さんに聞かされて、結構聞かされて、俺のウォーって言って、いや、ほんま、座ったもん、ウォーしか言えない、そうそうそう、ウォーしか言えない。すごいですね。いや、ほんま、聞いてますね。やっぱりこの辺ね、結構やっぱり硬い人多い。この人もね、首を回すロードに使う筋肉、結構この辺いっぱいついてるんですよね。そうですね。手術とか、ね、うん、手術とか。鎖骨筋とかなんかそんなんですよね。そうですね。うん、まあ、呼吸器に繋がってます。繋がってます。うん、ここほぐれたら呼吸もしやすいじゃん。そうですね。進行責任者、浅沼と合わせるんですよね。これ、ハッパーみたいな。全く受けてね、全く深い感が入ってる。本当ですか？ありがとうございます。猫で、猫で買いました。すごい。ドギター。めっちゃ気持ちいいですね。あ、そうだ、これやってた。あの、こういう感じですか、ね、なんか街でやるの。もうこれ初めてですね、このやり。うわ、めっちゃ気持ちいい。なんか余韻が残りそうな揉み方ですよね、これ。これちょっと。これほんと気持ちいいです。今日はいいですよ。ほんまに気持ちいいですね。で、あ、ここの辺かなと思ったら、ちょっと止めてこう、ぐーって入れてあげたり。ここも脊柱起立筋のところですか？ね、ここね、どっちかというと、菱形筋の、ね、菱形筋と小菱形筋の方が、際っぽいところだったら、これです、これ。それ、そこもまっすぐもこう降りてやってる感じで、ここまで歩くような感じでやっていくと、なんかこう、はまるところがあるんで、はまるところを止めて、こうグーッと入れてあげると。いや、これでもね、いやー、これ帰ったらちょっとやってみようかな。患者さんにやったらこれいいかもしれないですから。
でまたあの県政にこう下にこうってちょっと緩んでないですか？緩んでます、緩んでます、ね、だいぶ緩んでますよ、ね、緩んでますよ、テロンテロンになってます。ちょっとここがね固くなってます。あとついでにこの曲かけにもなんとなくなこのこっちをこう広げながら広げるんですね。いやこれ押すんだったらやっぱりこう広げてあげた方がなんかついでじゃないですか。一石二鳥も一石二鳥ですね。一石二鳥ですね。初めてこちらが本格的に来たっていう感じですね。はい、どうもどうもありがとうございます。